チャンネル登録をよろしくお願いします。今回は道の駅飯を探して北海道七飯町にある道の駅アクサギ町にある道の駅2カ所を巡っていきます。こちらは函館インターチェンジから無料で通ることができる高速道路函館新道です。なお今は長井杉城インターチェンジまでの区間となっておりますが、いずれは東央自動車道とつながる予定です。ゲレンデを駆け巡る人が増えるといいですね。こちらが一つ目に紹介する道の駅七飯七飯です。なお、こちらの道の駅は、飲食店はすべてフードコートとなっており、気軽に味わえるのが特徴です。今回は、こちらのフードコートで食べてみました。こちらのカレー、実はイカ炭入りで、イカも入っているのが特徴です。いかにも、北海道らしいカレーで美味しかったです。他にもコロッケなどもありますので、一挙食べてみます。こちらはすき焼き味のコロッケです。こちらはリンゴ風味があるアップルインメンチカツです。こちらは、しいたけの旨味を堪能できる、王様しいたけコロッケです。こちらは、可愛らしいサイズのホットデザート、もっちりんごです。牧場の人気商品、山川牛、ビフォーコロッケです。他にも、スイーツだけを販売している店舗がありましたので、スイーツをいただきます。こちらが、スイーツたちです。
溶けたら困るから食べます。それから、アスタグ町に向かっていきます。こちらの川、冬らしくて素敵ですね。うわあ、雪が多くて埋もれています。アイテムを紹介します。こちらの緊急脱出マットを引いて車輪をマットに乗せれば万一の時も安心です。皆さん忘れずに。それではアスタグに向かって出発。工事があるようで、たくさんのトラックに遭遇しています。うわあ、雪道あるあるのトラックに水をかけられました。除雪中の除雪車にも遭遇しました。これが雪国の冬の道路事情です。の道の駅までもう少しです。うわあ、もう休業しておりましたので、道の駅飯は撮影不可です。ついでに、内装を少しだけ撮影しました。
輸血が盛んですね。またトラックに水をかけられました。今後も道の駅飯を巡っていきたいと思いますので、よかったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。